七十七銀行所属の青木真澄です。100メートルハードルと 4×100 メートルリレーに出場します。100メートルハードルは予選で12秒台でしっかり走って次のラウンドに行けるようにしっかり頑張りたいと思います。リレーは任された走順をしっかり走ってゴールした時に5人で目標にしているタイムで終われるように、そして次のラウンドに進めるような力強い走りをしたいと思います。応援よろしくお願いします。頑張ります。